このコーナーはサガン鳥栖の選手たちに根掘り葉掘りトークをしてもらうコーナーです。今回はこちらのお二人です。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。チーム最年長プレイヤーグッピーの愛称で親しまれているゴールキーパー岡本雅宏選手、そして今シーズンから完全移籍で加入した同じくゴールキーパー内山圭選手。今年入ってこられた内山選手、昨シーズンからいらっしゃる岡本選手、はい、お二人こう第一印象って覚えてらっしゃいますか？第一印象ですか？すごい礼儀正しい子が来ましたって感じでした。すごいいい男が入ってきた。いい男が入ってきました、はい、内山選手では、千葉の時だったり愛媛の時に僕熊本いて見てたんで、映像とかすごい人がいるなっていうところだったんですけど、だいぶ覆された感じです。厳しい人なのかなと思ったら結構よく話してくれて、もうこっちからグピさんグピさんって言っちゃうようになっちゃいました。顎伸びてますけど、どうされました？あ、なんかすごいよ、ね、ありがとうございます。岡本選手ってグッピーさんって呼ばれますけど、はい、岡本雅宏ってどこを探してもグッってないですよね。ないですね、はい、なんでグッピーさんだったんでしょう？それはですね、いろんなところでよく聞かれるんですけど、由来は分かんないです。分かんないですけど、小学校からずっと呼ばれてて、はい、年季の入った、年季入ってますね、ニックネーム。40にもなってグッピーさんって言われてますからね。可愛いですよね。なかなかいい。いや、可愛いというか、呼んでいいのか最初分かんなかった。グッピーさんでいいのか、とか、うんうん、そもそもなんでグッピーさんなのか、そこはみんな思ってる。入ったメンバーで、新加入で結構探りながら、風呂場とかで結構、グッピーさんってなんでグッピーなのかな、とか話してて、分かった、キーパーとか聞くよって言って、聞いて、分からないっていうことを知ったんで、分からないっていう。どうにも、どうにも面白い話出てこないですよ、やってます。チームの中でも特殊なポジションだと思うんです、ゴールキーパーって。どんな雰囲気ですか、そのゴールキーパー陣って。フィールドプレイヤーとはやっぱり違くて、ゴールキーパーはゴールキーパーのグループで、まあこう一人しか出れないですけど、一体感というかチーム感もめちゃめちゃ強いですね。年関係なく、まあパギちゃんだったりウッチだったり、いろんないいプレイヤーがいるんで、いいところは勉強させてもらってますし、はい、ありがとうございます。グッピーさんのすごいなって思うところってどんなところですか？すごいなっていうところは、まず化け物なので。化け物、まずですよ、40になられる方が、21 のイエフンとボンちゃんと、で僕35歳なんですけど、の僕らと同じトレーニングをやるんですよ。でクオリティが一緒なんで、落ちるのでやるならば分かるんですけど、同じクオリティをやっちゃって、でそれを上回っていう技術を持ってるんで、こっちからしたら、やばい、グッピーさんやってるからこれ下向けないなとかっていう感じで、ちょっと余計なことしちゃった。ちょっと余計なことしちゃった。でもなんかゴールキーパー陣ってグッピーさんが頑張るから自分もやんなきゃっていうところは、多分少なからず僕とあと若い2人が思ってるところはあると思うので、まあ本当そういった意味で引っ張ってもらってるなと思います。この後鉄人岡本選手のルーティンが明らかに。クラブハウスに住み着いてるんじゃないかと。一同驚愕のトークは番組後半で。チームナットは三校合同チームによる PK 対決。今回のエンジョイフットボールは前回に引き続き三校合同チームをご紹介。諸富中学校、東岡中学校、城西中学校は部員数の関係で去年から週末は一緒のチームとして活動しています。まあ、半分いないぐらい経験者はいるんですけど、残り半分はもう中学校から初めて運動もします、今まで全然運動していませんでしたというような初心者の子たちも非常に多い中でやっています。中でも注目の選手は諸富中学校の3年生のレンタ、かなり周りがよく見えて、チームの状況とか試合の状況を見ながら声かけやプレーをすることができます。東岡中学校のユウトは1対1の状況でも冷静に
シュートストップをすることができる反射神経も素晴らしいキーパーかなと思っています。それから城西中学校のタクトは左利きなんですが、ドリブルも得意で守備も攻撃も一生懸命に走り回ってやってくれる中心的な選手かなと思ってます。いつも仲良く練習していますが、ここからはミニゲーム。2年生と3年生に分かれて下克上 PK 対決をお届けします。3年生の意地を見せるぞ。おお3年生に勝つぞ。先攻は3年生チーム、枝水くん。キーパーは2年生の末富くんです。ゴール！落ち着いて決めました。さあ攻守交代、2年生チーム最初のキッカーは平山くん、キーパーは3年生の正林くんです。おっとクロスバーの上、うなだれる平山くん。続いて勢いに乗りたい3年生チーム、坂本くんの挑戦。こちらも枠を外した。どうした坂本くん。続いて2年生、2人目のキッカーは堤くん。わあ、3人連続失敗。さあどうなる。3年生チームの最後はキャプテンの徳富くん。ここで勝負は決するのか。ゴール！さすがキャプテン。よって3年生チームの勝利。いやー、2年生チーム悔しいですね。3年生の意地を見せました。イエーイ。チーム全体での目標はまず中大連での1勝。これからも楽しみながらいいプレーしてくださいね。三校合同チーム頑張るぞ。おお。岡本選手ってパフォーマンスを出すためにもケアの部分も含めてですけど、考えなきゃいけないことっていうのも増えてきたんじゃないですか。特別何かしてるってことはないよね。ないと思います。多分。トレーニングはしますか。クラブハウスに住み着いてるんじゃないかと。本当に誰よりも早くいるんですよ。そんなことないよ。本当ですか。それこそ天皇杯の翌日もいるんですよ、クラブハウス。今日はゆっくり来るだろう、普通に思ったぐらいもびっくりして。こういうとこなんだなってのは勝手ながらですけど。ゴールキーパーあるあるみたいなものって逆にこうポジション柄あったりするものですか。何か飛んできたときにキーパーって言っちゃうとか、自分の家の場合じゃないですか。家の家のキーパーはないですね。まあ、しょうもないこと言うと、はい、練習に入るときの服装を考えますよね。長袖にしようか、半袖にしようか、インナー着ようか。それはある。もしかしたらキーパーって、いや今日長袖の方がいいなと、暑くても、まあ、芝生が枯れちゃってたりとか傷ができやすかったりするんでとかは悩みます。あ、今日半袖でよかった。芝生と接触が多いからこそ。そうですね、保護も含めてね、はい、長袖着たりとか、うん、暑くても極力着たくないんですけど、うん、けど痛いんですよ。いや、だいぶ早い段階から半袖にしたんで。暑いんだもん。いや、そうですけど痛いっす。どっちかを取る、どっちかを取る、どっちかを取るしかないんですよね。ゴールキーパーのこうポジションの面白さみたいなものもぜひ教えてもらいたいんですけど。得点に関わるところなんで、チームが勝つか負けるかっていう直接的な影響を与えられるってところはやっぱりその醍醐味というか面白いところではあると思いますよ。入れられなきゃ、ね、負けないですよね。勝ち点1は絶対に一生取れますからね。究極はキーパーとして心がけていらっしゃることっていうのもありますか。ミスじゃないですけど、失点に直結するプレーは絶対しちゃいけないなとは思います。なんか消極的になって横パス弱くなってパスさられて失点するぐらいならば大きくやっちゃおうとか、失点に直結しなければ、あとは仲間がどうにかしてくれるし、最悪自分がどうにかすればいいかな。そこはマストで持ってるところです。ちょっとね、
雨が強くなってきましたね。すみません、雨男ですみませんでした。本当に雨男なんですか。はい、Jリーグの熊本県のデビューもしっかりと大雨でした。大雨、大雨でした。岡本選手、内山選手の原点は来週もお楽しみに。ワンプレイチャレンジ。19番森谷健太郎です。僕からのワンプレイチャレンジはこれです。ポイントは最初に上に上げるときにこっちの軸足を開くんじゃなくてちょっと内側にします。跳ね上げて右足で触るときにこういう回転をかけてあげます。それをするとその後に足を回しやすくなります。森谷選手が披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき、佐賀テレビホームページの特設サイトからどしどし投稿してください。特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね。投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよ。みんなのチャレンジお待ちしてます。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。本日午後7時30分からセレッソ大阪戦キックオフ。みんなでサガン鳥栖を応援しよう。